はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は紹介する、焼酎の、割り剤ですね。これは。こちら多分まだ紹介してない。中割用グレープフルーツソーダってやつですね。こちらローソンストア100っていう100円ショップに売っている、ものなんですが、こちらが 700ml 入ってまして、108円となってます。国内の工場にて製造、爽やかなグレープフルーツの香り豊かに仕上げた中割使用ソーダです。炭酸飲料、果汁が 10% 未満となっております。これがですね、僕かなり好きで、よく買うんですけど、めちゃくちゃ安いんですよ。この容量で、いわゆるこういう割り剤、まあ、簡単に言うと、まあ、有名なんだと、ハイサワーとかさ、あるでしょ。まあ、ハイサワーとかのレベルになると250円ぐらいするんですよね。ハイサワー、そうですね。かなりします。3倍ぐらいするんですよ、これ値段。多分 700ml とか1リットルとかだと、1リットルで300円ぐらいするんですよ。そういう。でもこれは100円で 700ml も入ってる。これすげえコスパいいんだよ。マジで。原材料名がグレープフルーツ果汁と加糖ブドウ糖液糖とブドウ酒と炭酸と、酸味料と香料とリン酸塩と保存料と黄色4号。となっております。こちらめちゃくちゃ美味しい。これは本当に焼酎香類好きな人は絶対飲んだ方がいいと俺は思ってます。結構割る人好きな人は、ね、でこれねレモン味もあるんですよ。レモン味もあるんですけど、レモン味はまだレビューしてませんけど、まあ、今度レビューしようか。あんまり好きじゃない。で、このグレープフルーツソーダ何が違うかって、レモンと何が違うかって、まあ、当然レモンとグレープフルーツの味の違いもあるんですけど、明らかに違うのが、レモンの方が全然酸っぱく、じゃあ甘くないってことです。で、こっちが、このグレープフルーツ味はね、甘いんですよ。甘いという違いがあります。で、まあ、そういう違いですね。まあ、ぶっちゃけレモンの方は、レモンジュースっていうか、100% のレモン果汁のやつをテテッと入れて炭酸で割れば、もうそれで香りができるんですけど、グレープフルーツとなると、なかなか香りがね、できない。ということで、かなり、これは、グレープフルーツ味が俺はおすすめしております。結構ね、都内にはね、このローソンストア100っていう、ね、のが多いんで、まあ、ぜひね、ここで買ってみてください。乾杯。うんま。驚くほどうまい。本当に。甘さのね、バランスもちょうどいい。まあ、いわゆるチューハイ。俺が買った極絞りだっけ？ローソンストア100の。あれの、その、2本分 ?700ml だから。まあ、あれ、缶の2本分あるわけでしょ？これ、容量が。っていうことを考えると、それでしかも100円。というね。これ、腰つれにあげたら、これ、品切れ必須になるんじゃない？品切れで、もうやばいかもしれない。もしかしたら。人気が出ちゃって。めっちゃうまい。これ。で、今何気なく、タカラモダンで割りましたけど。うん。全然焼酎の味しないね、これ。やっぱタカラモダンはあれだな。割るには向いてねえ。
いや、一般人の感覚からすると割るのに向いているという、あれなんだろうけど。俺はやっぱり普通の宝が一番いい。うまい。甘すぎず、辛すぎずみたいな味。うめえ。しかもこのグレープフルーツっていうのがやっぱり、なかなかね、グレープフルーツって、まあ、でも 100% のグレープフルーツ果汁のやつ買ってくればいいっちゃいいんだけど。でもほら、ほんのり甘いっていうか、甘いんですよ。だから、普通に割ると、例えば、グレープフルーツジュースをこれぐらい入れて、3分の1ぐらい入れて、で、焼酎入れて、その半分ぐらいを炭酸で割るとするじゃないですか。でも、それで割っても、この味は出せないんです。なぜかっていうと、甘いから。だから、砂糖を加えるしかない。ってなると、俺、ガムシロップないんで、砂糖ここに入れても溶けないんですよ。だから、甘くないのを飲みたい人は、普通にグレープフルーツ果汁 100% のやつを、ここら辺、まあ、割って飲むっていう。で、炭酸で割って飲むみたいな、やり方がいいんでしょうか。このね、ほのかな甘さっていうか、ほのかに甘いっていうより、まあ、普通にチューハイレベルの甘さっていう感じ。しかも、これは、俺が嫌いな甘味料が使われてない。これもポイントです。そして、宝で割る。宝の焼酎で割って、もう一杯。もう一杯いただきます。と、やっぱ宝だとね、絶対味、全然違うんだよ。ほら、この、くわーっとくる、このパンチの効いてる。これがいいんだよな、宝は。でもね、これがいいって言うけどね、強すぎてもダメなんで、大五郎みたいに。ああいう、くそ、大五郎ぐらいのレベルになると、もう、まずい。程よいこの癖の強さと。あ、焼酎飲んでるわ、みたいな。割っても。割って飲んでんだけど、あ、焼酎飲んでんなって。わかる。でも逆に宝モダンと金宮は、全然わかんない。え、これジュースかなって言って飲んでたら、俺アルコール入ってんじゃねえか、みたいな。これ焼酎入ってんの?みたいな。だから、ホッピーとかでも、俺、金宮で割るの好きじゃないんですよ、ホッピーも。うん。なんでかっていうと、ホッピーで割ったら、ホッピーを金宮で割っても、全然焼酎の味しねえから。金宮は、癖がなさすぎて。まあ、ある種褒め言葉なんだけど、俺はやっぱり、焼酎って言ったら、香類、焼酎香類って言ったらやっぱり、宝。この雑さ、癖さ、癖のあるさっていうか、言い方悪いけど、癖が強いのが、あ、飲んでんなって。だから、酒の味が好きなんですよね。宝の。宝焼酎の味が好き。あ、マジでこれ、
半端ねえな、このコスパ。700ml だと。すごくない？本当に。これコスパめっちゃ高いと思うぞ。本当に。これだいたい俺今までなんでこれ紹介しなかったのっていうレベル。うん。なんでって言いたいレベル。俺自分自身。これ今まで俺紹介したことなかったっけっていうレベル。うん。うますぎる。正直言って。神がかってる。この、これは、ちょっと神がかってる。ちょっと神がかってる。ちょっと、普通に神がかってんだよな。うめえ！マジで。うめえって感じ。これちょっと、あれだね。マジで。やばい、みんな本当に、多分、飲んだことないんで。これ絶対うまい。ああ。でもレモンはうまくないんで。さっきも言ったけど、何が、レモンって、あれなんだよね。てか、基本的にレモンの、こういう、サワー系飲料。サワー系飲料っていうか、その、アルコール入ってない、サワー系の、割り用のソーダって、甘くないんですよ。ハイサワーもそうだけど、多分ハイサワーを意識して、ハイサワーのパクリで作ったんだろうけど、まあでも、ハイサワー買うよか、あっち買った方がいいなって。その、これのレモンを買った方がいいと思う。ほとんど味何にも変わんねえから。ああ。はっきり言わせても何にも変わんねえから。ハイサワー値段高えだけだから。あれ無駄に高えんだ、あれ。ほんとに。ハイサワーのレモン味はほんとに高い。けどたまに飲みたくなる。だから、レモン味は、全然甘くないんで、ハイサワー好きな方は、ぜひ買った方がいい。これと同じやつ、108円で売ってます。本当にこれ、すげえ安いよな。うん。これ、バカ売れしてもいいぐらいだと思うんだけど、個人的に。多分、ローソンストア100って、首都圏のあたりしかないと思ったけど、俺がおすすめする、三本指に入る。ローソンストア100で。一つ、氷。氷が 1.3 キロ入って108円なんですよ。これがめちゃくちゃ安い。はっきり言って。むっちゃくちゃ安い。普通だったら 1.3 キロだと2、300円する。200円以上する。それが108円で買えるっていう。むちゃくちゃ安い。はっきり言って、神のレベル。で、二つ目、こちら。これ。で、三つ目は何だろうな。三つ目は分からん。まあ、で、これのレモンでもしとくか。これのレモン味。はっきり言って、ハイサワー買おうか、はるかに安いからね。本当に考えてみ。ハイサワーの、容量で考えると値段的に、ハイサワーと同じ容量でって考えると、本当にクソ高いんだよ、ハイサワーって。クソ高いっていうか、ハイサワーで、で、アマゾンとかでグーグルでしょ？こ
これね、すっげー高い。なんと、1リッター267円するんです。これの1リッターバージョン。ハイサワーの1リッターが、1本267円するから、まあ大体で考えると、まあ200円ぐらいする。700ml に換算すると多分200円ぐらいする。ああ。200円ぐらいです。で、もうちょっと、容量を減らすと、なんと、ハイサワーレモンの、レモン味、360ml で、なんと、瓶のハイサワーってあるじゃないですか。360ml。これの大体半分。で、なんと、アマゾンだと127円、1本あたり。もうこれを超えてんだよね。つまり、考えようによっちゃ、これ4倍高いっていう。ハイサワーの方が4倍高いっていう。どうなってやがる。どうなってやがるっていう。まあ、これ多分、これ何が違うかっていう、多分原材料としてはほとんど変わんないんです。結局、広告料ですよね。ハイサワーってかなり広告に力入れてて、まあ、わかると思うんだけど、そうなんですよ。だからね、みんなね、分かってねえなと。全然分かってねえなって。思いますね、僕は。身近にあるじゃん。しかも東京だったらさ、ハイサワーって発祥東京なんですけど。確か東京ですよね。東京に、腐るほどあるじゃん。まあわからん。腐るほどはわからんけど。ローソンストアなんて、ローソンストア100、いっぱいあるじゃん。なんで飲んでみないの？逆にハイサワーが売れてる理由なんて多分、広告のあれでしかないよ。味、飲んでみ？一緒だから。うん。飲み比べないと絶対わからん。あれね、ハイサワーって何がね、あれ高いか理由が一つあって、レモンの真ん中絞りって言って、レモンの果皮の部分を絞らないんですよ。果皮からこんぐらい、離して絞ってる。だから、いわゆる卵の黄身だけ絞ってるみたいなもん。うん。わかりやすく言うとね。レモンを卵だと仮定して、卵の黄身だけの部分を絞ってるんですよ。だからすげえ言っちゃうとすげえもったいないんですよね。で、俺がそこ一つ言いたいのは、レモン、それなんでそんなやり方やってるかって。レモンの果皮の部分、皮の部分の近くを絞ると苦味が、とかえぐみですね。を抽出してしまうから。だから真ん中だけ絞ってるっていうのは、を、その売りにはしてるんですよ。ただね、一つ言わせてくれ。レモンって、そんな酸っぱいだけじゃあ、酢みたいなもんだよ。な？ちょっとこう苦味みたいな。レモンってちょっと苦いじゃん。噛んだりするとさ。ちょっと苦い。な？で、むしろ皮の方が香りとか出るわけじゃん。香りとかね。苦味も、レモンの苦味って、苦味、えぐみって、レモン特有なんですよ。だからこそ真ん中だけ絞って、じゃあ、レモンの生絞りとかあるじゃん。生絞りチューハイみたいな。ジューって。あれでさ、絞り器みたいなんで、こう半分のレモンをガチャってやって、ギャーって絞ってさ。で、それのつゆをビャーってやって、で、それでチューハイ作るみたいなやつあるじゃん。あれの方が、俺は 100% うまいと思ってる。
なんでかって。だって、皮の成分が出てるからうまいんだよ。逆に。ね？と、俺は思ってる。ただ、これは、あくまで俺の一般論で、俺理論なんで。だからさっき言ったように、金宮とかで、割って飲む、さっていう話したじゃないですか。で、そっちよか、タカラの、これ、の方が俺が好きっていう話はしたんだけど、あくまでこれ。俺の理論だ。あくまで俺理論で話を進めていきますけど。だからね、本当にそういうことなんだよね。昨日ね、生放送やってたんですけど、それの話で言わせてもらうと、やっぱり人って味覚が全然違うんだなっていうのがよく分かったんですよ。本当に勉強になった。昨日ね、生放送で深夜のあたり、12時ぐらいに、生放送やってたんですけど、それでまあいろいろウイスキーを飲みながら、ね、まあいろいろリスナーさんと語ってたんですよ。そこで、まあオールドパーそこにありますね。オールドパーとか。で、あとカリアとか飲んでたんですけど。で、ね、最近のウイスキーね、日本のウイスキー高いよねっていう話になって。で、何が、ね、日本のウイスキーなんて買う価値ねえよって、ね、いう話になったんです。で、特に俺がね、一番買う価値ねえ。日本のウイスキー言っていい？それはね、っていう話になって。で、俺はなんて言ったかっていうと、サントリーの山崎と白州。この二つ。こんなもん買う価値ねえよって。あんなもん1500円レベルの値段のウイスキーなのに、なんで4000円で売ってんだと。しかもノンエイジのやつ。ノンエイジの山崎白州しか飲んだことないんだけど。あれ1500円レベルの味だぞって俺は言ったの。でもリスナーさんは、いや、それは好みだから。あれは、薄いからこそいいって。俺はね、値段が高ければ高いほど風味が強い。強くなっていくって思ってたんですよ。俺理論だとね。あくまで。ずっとその、値段が高い。まあ、いわゆる熟成期間が長いほど、風味が増すと。増します。と思ってたんです。でも現実は、風味が増すほどうまい。イコールうまいだと俺は思ってた。つまり熟成年数が高ければ高いほどうまいって。まあ、風味が強ければ強いほどうまいと俺は思ってた。俺の中でウイスキーは風味が強いウイスキーが好きなんですよ。なんでカリラとか、あとボーモア、マッカラン、あそこあたりがめちゃくちゃうまいと、俺は思ってたんです。ただし、ね、山崎と白州、飲んでみてください。ノンエイジ。風味弱いだろ。めちゃくちゃ弱いだ。でも、あれがいいって。あれぐらいのちょうど良さがいいって。いう人もいるらしい。っていうね、話になった。あ、そうなんかって。なるほどな、と。風味が強ければ強いほどいいんじゃないと。ね。風味が強ければ、ね。癖が強ければ、やっぱり、まずいって感じる人もいるって、いうことを、昨日、ちょっと勉強になりました。で、今何気なく飲んでますけど、これ、金宮で割ったんですよ。金宮で割ると、
ちょっとやっぱ宝モダン用か。ちょっと癖があるね。うん。あ、焼酎飲んでるわって感じするわ。ってことを考えると、宝モダンは、せやね。あの、女の子が、例えば焼酎飲めないっていう人に、こういうあの割り剤で、割る用で割って飲むと、多分ほとんど味しない。宝モダンは、本当に。本当に味しねえな。ってなった。さっきあの飲んだけど、宝モダンで飲みましたけど、全然味しなかったもん。ああ、いや、もうすごいよくできてんな。宝焼酎すごいな。わかった。あの、金宮と宝のモダンの、あの、違いが全然違ったっていうか、その違いがよくわかった。あの、割って飲むとよくわかる。宝モダンは本当に味しない。普通の炭酸で割っても炭酸の味しかしない。焼酎の味ほとんどしない。金宮は、あ、しっかりするわ。うん。しっかりっていうわけでもないけど。あ、ほんのり、ほんのりする。あ、あ、酒飲んでんなって。うん。感じする。うん。あ、ちょっとこの喉のあたりに、こう、焼酎の癖が、癖がこうね、きますね。って言ってこうね、今日買ってきました、ウエストのメンソール。これ久々にあれやるか、レビューしようか。タバコレビューでも久々にやりますか。これちょうどいい。うん。まあ、タバコを吸いながらね。そして、また関係ない話をすると、昨日ですね、警備員の研修のあの、3日目だったんですけど、警備員の研修、まあ、法定研修って言って、警備員になるためには、あの、絶対に30時間の研修をしなければいけないっていう法律があるんですね。それの3日目で、まあ、4日間研修があって、まあ、8時間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 で、計32時間やるっていう話になってですね。まあ、3日目だったんです。で、その3日目、なんと女の子が、まあ、女の子がいたんです。俺と一緒に受ける。俺とその女の子、2人で受けたんです。で、その女の子といろいろ話しましてですね。で、その子が、まあ、いろいろ話して、LINE を交換したんですけど。やったーつって、俺ははしゃいでました。だがしかし、ね、昨日の夜9時ぐらいまでちょこっとやったんです。ちょこちょこって、2、3回、3回、4回ぐらい、3回ぐらいかな。LINE で交換し、あの、いろいろやりとりしたんです。それ以降、全然来てない。返信が一切来てない。ね、今確認する。あ、やっぱ来てない。あ、来てないわ。24時間来てません。うん。返信が来てません。しかも、既読になってます。既読になってんのに返信が来ない。みんな、この意味はわかるな。この意味がわかるだろ。
終わった。完全に終わった。可愛かったんだけどな。俺の恋も、俺の、儚い恋も終わった。結構ね、オタクの女の子だったんです。なんか少女漫画とかをよく読んでるって言ってて。で、26歳の女の子だったんです。でね、その子をね、聞いたら、いろいろ話してたんですけど、そしたらね、離婚してるって。離婚してたのはバツイチだったんです。しかも今年離婚したんだって。で、なんか、出会う方法が、みんなどうやって出会ってるんですかねみたいなこと言ってて。じゃあよかったら僕と LINE 交換しませんかでへへみたいな感じで、まあ、でへへは言わないけど、それで、まあ、言ったら、私なんかでよかったら、よかったら交換してくださいよ、みたいなこと言って、ね、甘い声を出してきたくせに、私なんかでよかったら交換してください。ぶりっ子みたいな。ね。感じで、そんなね、感じでね。ね。言ってきたのに、もう24時間以上も経ってるな。俺が酒のね、ここら辺にウイスキーをこう置いて、ウイスキーうめえみたいな。とか、送ったのに、一切来ないですよね。返信が。で、その、警備員のことについて、聞いてもいいですかみたいなこと言って、で、俺が何々だよみたいな。返答してんのに、一切、来てません。返信来ない。なんだこれ。何これ。何これ。ハニートラップかなんかこれ。なんだ。おかしいなぁ。でもそんな子に見えなかったんだけどな。でもやっぱり、女の子は結構あれらしいです。ググったところによると、本当に LINE で返信が来ないみたいな感じでググったんですよ。昨日。そしたら、まあ、気のない人間には返信しないとか、ね。まあでも、気のある人間にも返信しないこともあるみたいな。わざと。みたいな。とかあったんですけど。でも実際、すげえ結構可愛かったんですよ。普通に。まあ僕29歳、今年29もなりましたけど、29歳です。3つ下の女の子だったんです。でね、まあ、なんとなく分かった。うん。多分、ね。多分その理由はよく分かった。なんでかって多分不細工だからとか、そういうことだと思います。ブサイクだから。多分そんな感じ。多分ブサイクだから嫌われ、まああんまり、好きだねえな、みたいな感じで。あんま嫌いだなって感じで多分もう返信してないだと思います。なぜか僕がこんななりだから。
こんな感じだからです。ね。俺、結構坊主が好きで、昔から、割と昔から坊主に自分でこうバリカンでバーって買ってやってるんですけど。まあ実際、坊主の人間ってやっぱり、ね、っていう感じはあるよね。いや、本当に。いや、よくわかるよ、不細工だって。自分も、だって、うん。不細工なのはよくわかってる。よくわかってんだけど、こんななりだからね。まあ。まあ、わからんでもない。嫌われるのも、まあ、わからんでもない。わからんでもないっていうか、よくわかる。でね、今日はこんな長いこと、ね、やってますけど。それなんでか。振られたからですよ。もう。はぁ、もうダメ。ため息しか出ない。もう振られた。もうダメだ。終わった。もう終わった。可愛かったのに。もう、せっかくさ、頑張ってさ、自分でね、俺すげえ人見知りで、女の子と話すのすげえ、めっちゃ緊張するんですよ。ほんとに。で、それなのに頑張って、いろいろ話してて、ね。で、本当に頑張って LINE とかメールアドね、交換しようみたいな話になったのにさ、本当にさ、頑張ってさ、ぜひよかったら、よかったら、交換してくれますかみたいな。私なんかでよかったら、みたいな感じでさ、なんかさ、私なんかでよかったらとかって言ってさ、へりくだってるくせにさ、返信来ないんですよ。なんだよ、これ。もう、人間不信になるわ、ほんとに。なんで返信来ないの、女って。俺なんかすぐ返信するぜ。ほんとに。てか、男ってそうなのかもしんない。LINE とか来たらさ、もう来るの、もうワクワクしてんだよ。来ないかな、まだ来ないかな、みたいな感じでさ。でさ、来たらさ、すぐさ、返信するみたいな感じなのさ。やっぱり、見た目か。ま、わかった。もういい。もういいよ。わかった。もう男は見た目ですね。はい。見た目です。見た目か金ですか。うん。もういいよ。男は見た目か金。それしか価値ないんですね。はい。わかったよ。もう分かったよ、もう。っていうことでね。まあ、ここら辺でも長々とやってても、だんだん、俺自体が辛くなるだけですから。そろそろやめましょう。ということで、こちらのローソンストア100で購入しました。ね。
グレー、わ、ん?中割用グレープフルーツソーダ。こちら。まあ文句ないでしょ。これは。久々の5つ星来ました。皆さん飲んでください。ぜひ飲んでみてください。3335です。5つ星来ました。久々のね。マジでこれは飲んでみて、どうせ108円だから。まあ、ローソンストア100がないっていう人はもうどうしようもないんだけど。まあみんなね、あったらもう飲んでみて。割って飲んでみてくれよ。コスパパねえから。ということでね、皆さん、ご視聴ありがとうございました。